皆さんこんばんは、ヌルと申します。今回は火のたたり神の討伐戦ウェーブ2やっていきたいと思います。ウェーブ2の火のたたり神の特徴としては、最も防御力が低いキャラに単体攻撃を使用して火傷も付与してくるっていう、いやらしいやつですね。今回は一番防御力が低いのをこの深夜のオムさんにしているので、排水機制を発動して高い火力を出せるようにも調整をしています。なるべくマリの激励機勢を切らさないように立ち回るのがポイントですね。まずは、対戦動画の方を見ていただいて、その後に編成の解説、他に使える武器だったりとかキャラとかはいるのかみたいなところについて解説ができればと思いますので、どうぞ見ていってください。それではどうぞ。まだいるのか。お願いします。ジャミング開始。はい、では今回の編成見ていきたいと思います。まず左から、深夜のオムさんですね。深夜オムの特徴としては排水機制がついていて、なるべくダメージをたくさん受けてくれて、なるべく死なないように運用していきたいキャラクターになっています。持たせてる武器が、たたり神の討伐戦の報酬でもらえる黒角の武器ですね、槍になります。これが2つ目のスキルで挑発状態にしてくれて、自分のダメージも 20% 軽減をしてくれるので、
たたり神からの攻撃結構厳しいんですけれども、なんとか耐えられるような役割を果たせてるかなと思います。なるべくダメージを受けたいので、サブには排水規制のついているサブ武器をつけていますね。はい、では次です。祝宴のマリーですね。祝宴のマリーについてはアビリティがまあ非常に優秀で激励規制がついていて、最近追加された水冷気迫ですねもついているキャラクターになりますので、水攻めの相性は非常に良いキャラクターですね。メイン武器には激励規制のキャラクターと相性が良い神宿りの杖を使ってます。これも激励規制で 30% ダメージが上がるので非常におすすめですね。HP100% 以上の時なんですけれども、治癒5連撃で回復が一応できるので、1回ダメージを食らっても諦めずに回復するようにしてみるといいと思います。サブには同じく激励規制の武器をつけていますね。はい、では次、アケハになります。まあ、アケハに関しては、まあ、本当に最強バフキャラ的な感じですね。味方全体の攻撃力を 15% アップ、60秒間してくれて、さらに2連撃以上の攻撃時に当たるダメージが 15% 増えるので、まあ、非常にバフ役として活躍をしているキャラクターになるかなと思います。メインには、王宮騎士の献身ですね。非常に強い水の杖ですけれども、味方全体の攻撃力をアップしてくれて、しかも味方全体のダメージ2連撃以上の攻撃時のダメージも伸ばしてくれるというところで非常におすすめの武器になっています。はい、このアキハは敵の最初のスキルが入る前に攻撃を打ち込みたいので戦火のメモリーを使っています。サブは武器スキルを早く回すための深夜武器という感じですね。それでは次回討伐戦ウェーブ3でお会いしましょう。ではでは。